この青年将校たちによるあの決起クーデターは天皇の毅然とした態度がなければ軍事政権がその時点で成立して軍による強権政治がもっと早い段階でできていたと思うんですけども天皇はそれをこう食い止められたということになると思いますはいそれでは近現代史の方に話を移してですねえ特に近現代史ではあのー だいこう、昭和以降ですね、日本が非常にこう、軍国主義化していったということが、まあ一つの、あの、フレームワークとして歴史が語られていると。で、その中で、まあ一つの大きな動きとして、226事件があるということなんですけども、 まあそこで、えー、実際に、そこでの昭和天皇のご言動とか、それから高橋惚歴を、まあこの226でね、殺された方ですけども、えー、そういう人たちの実際の、えー、生き様をですね、辿ってみると、どんな姿になるのかというあたりを少し木村先生にですね、まあ授業の中でどんなふうに話をされたのかということを少し語っていただきたいと思いますけど。はい。 あのー、二二六事件は、あのー、ご存知のように、あのー、まあ、日本が、えー、強行が続いて、経済的に非常に苦しい状態が続いて、うん、まあ特に農村が疲弊しているという状況の中で、えー、青年将校たちが決起したという事件ですけれども、うん、あのー、まあ、その背景に、まあ、陸軍の中に、ま、二つの派閥、行動派と統制派の対立があったということも直接の原因としてはあったんですけれども、まあ、その行動派の青年将校たちが、えー、統制派、 に、えー、国外に飛ばされる前に決起しようということで、うん、えー、起こした事件です。で、まあ、自分たちの、あの、リーダーである、まさき人三郎大将を首相にせよということを要求しまして、えで、あの、2月26日のもう早朝にですね、うん、あの、首相官邸、警視庁、陸軍省、えあちこちを襲撃しまして、えっと、首相と、えぇ、ー、鈴木事情長、 は、奇跡的に助かったんですけれども、うんえー、高橋惚歴大倉大臣、えー、とか斎藤誠内大臣とか、うんえー、何人かが殺害されました。うん、で、その後も選挙、長田町一帯を選挙して、えー、その正木仁三郎大将を首相にということを要求していました。うん、で、えー、軍首脳は、えー、この事件に非常にうろたえたんですけれども、うん、最初はその青年証拠たちの要求を何とか 呃、聞こうという方向に流れておりました。うん、ところが天皇が、これに対して非常に激怒されまして、うん、まあこの事件が最後、どんでん返し迎えるということになります。でまず、2月26日の朝5時半には、あの、川島陸軍大臣が天皇のもとに訪れまして、事件を報告します。で、あの、こういう大変な不祥事ではありますが、 え、青年将校たちの国を思う、え、うん、陛下を思う純粋な気持ちで決起したものであります。それはご理解ください。というふうに天皇に最初報告したんですけども、天皇はそれを聞いて、え、非常に激怒されます。うん、で、チンが孤高の老臣を殺戮する。うん、自分の一番信頼する部下たちをもぐたらしく殺した。うん、核のごとき凶暴の将校ら、いかに許すべきものあらんやと。うん、こういう凶暴なことをする将校たちをどうして許す,許すことができようか。うん、で、そんな純粋な気持ち とかそういうのは全く関係ないんだということで、うん、非常にあの、えー、厳しく叱られました。はい、で、えー、っと、隣にいた本庄武官長ですねが、えー、天皇陛下、ボートというお言葉はお控えくださいと、うんえー、軍を刺激しますので、うんえー、反発を招きますので、うんえー、お,お控えくださいというふうに申し上げますと、うんえー、陛下はあのー、これはもうボートであると。うんえー 絶対に、ちすぐに、直ちに鎮圧せよ、ということで、うん、もう引かれなかったんですね。うん、で、まあ、それで、まあ、前にも非常に、あの、ちょっとびっくり、あの、温厚<ー>な天皇が非常に、え、激怒されたんで、怒ら、あの、び,びっくりするんですけども、えー、その後も、軍の方は、あのー、まあ,あ、青年将校たちと話を聞いて、何とか和解、うん、えー、とかあ、話し合いで解決しようという、まあ、うん、えー、ちょっとあのー、 態度を取り続けるんですけども、うん、天皇は、えー、鎮圧に向かったか、もう軍は出たかということを、まあ、やつぎ早に催促されると。うん、で、えー、で、周りのものは、あしかしですねあの、軍の方は結局陸軍大臣のコメント、告示が出まして、えー、君たちの主張は天皇陛下の耳に入れた。それから、えー、君たちの行動はあの純粋な、えー、気持ちであることを認めると。うんあの いう、まあそういう、まあ、えー、青年将校たちの景気を容認するかのような陸軍大臣のコメントも出されるということで、青年将校たちは2月26日の、えー、その遊国の時点では自分たちのクデターは成功したというふうにほとんどんあの考えていたようです。で、一方天皇は、あの、えー、鎮圧に向かったか、向かったかってことでもやつぎばにこう聞かれるということで、 で、軍の方は、非常に困るわけですけれども、結局2月27日翌日の早朝ですね、天皇がこう言われるんですね。軍の鎮圧に向かないのなら、自分が、鎮がこの石段を率いて出撃する。乗馬の用意をせようということで、天皇陛下が自ら先頭に立って、この石段を率いて鎮圧に向かうとうに言われたんで、さすがに軍もですね、そこまではちょっとできないと。もう天皇の気持ちはもう揺る気がないと。 いうことで諦めまして、<ー>はい。それで、あの、鎮圧を決断します。うん、で、のその時は非常にあの重大な事態になってまして、海軍もですね、動いてたんですね。うんうん、で海軍は、あの、殺されたと思われてた岡田圭介首相、ねえー、まあ、奇跡的に 身代わりが人知事になって、なって助かってたんですけども、それから鈴木勘太郎も品種の重傷これも海軍対象ですし、斎藤誠も海軍対象ですし、海軍の主だった人たちが殺されたということもあって、陸軍の暴挙を許せないということもあって、あの、艦隊が東京湾に集結して、で、砲を40隻ほど集結して東京市内に向けると。そういう本当に。陸海が戦う恐れもあったんですね。 海軍の軍艦が東京を砲撃するという、まあそういう緊迫した状況だったんですが、ああまあしかし、あの天皇の、そういう、えー、自分は鎮圧に向かうという、はい、言葉でもって、うん、あの結局、うん、あの、鎮圧せざるを得ないという方向で、うんえー、鎮圧が決まりました。うん、で、まあ、青年将校たちは、まあ、あ 戦うということも考えたんですけども、あの、有名なあの、ビラが配られまして、うんうん、兵たちも動揺して、隊、えー、を離れるものもあった。えー、それをまあ、えー、青年将校たちはもう引き止めなかったんですけども、うんうん、まあ、もともと部下思いの将校たちでしたんで、うんうん、引き止めなかった。はい、それで結局は、えー、あの、 この1400名の兵を率いて決起したんですけども、結局は血を流れることを見ることなくですね、自殺した青年将校もいたんですけども、戦闘での流血は一切なくですね、鎮圧されました。ということで、この青年将校たちによるあの決起、クーデターは、天皇のその、きぜとした態度がなければ、軍事政権がその時点で成立して、軍による、あのー 狂権政治がもっと早い段階であの、はいうん、できてたと思うんですけれども、うん、天皇がそれを食い止められたということになると思います。はいはい、まああのいろんな国でね軍事的なクーデターを起こしてあの軍事政権を取るというケースがねいろんな国でありますけどね。まあ日本で、えー、近現代で。 それが起こりかねない一番の土壇場だったわけですね、そこを昭和天皇のご決断で防がられたと、はい、まあそれで立憲政治が守られたということなんですね。はいはいはい あの、昭和天皇の戦後ですね、はいあの、反省の弁を述べられたんですけども、はい、田中義一首相に言った言葉と、二二六事件の時に言った態度、うん、あるいはあの、まあ、憲法の枠をちょっと出てた、うん、逸脱していたと、と、うん、反省しているという弁を述べられたんですけども、はい、まあ実はあの天皇もあの絶対に許せないということで、うん、まあその時は非常にあの強い態度を取られたということです。うんうんうん 昭和天皇が「あの陳が孤高の老臣を殺害する何の許すべきものありや」えー、というふうに言われたその孤高の老臣というのは私が最も信頼する、えー、家臣という意味なんですけれどもその中にあの高橋晃清大蔵大臣が含まれていました、うん、その高橋晃清という方が天皇昭和天皇が非常に信頼されいた方で,でなぜこう殺害されたのかでどういう人柄かっていうのをちょっとお話ししたいと思うんですが、うんはい、いかがでしたか 良いと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価ぜひともお願いいたします。